今日もクラシックギターで遊ぼう。今日は鹿島神宮に来ました。それでは行ってみましょう。はい、ここがみたらし池です。はい、ここが湧き水が湧いてるところです。ここで口を清めて参道を上がっていくんですね。大して長い参道じゃないんですけど、慣れてしない人息切れしちゃいますからね、気をつけて登ってくださいね。はい、奥宮です。はい、こんな感じですね。奥の宮です。はい、こんな感じです。次行ってみましょう。なんかこの穴の中からギターの音がする。なんで？あら、君誰？ふーん、そうなんだ。じゃあまたそのうち会おうね。はい、森の中進んでいってます。なんかね、さっきギター弾いてたらね、何十匹もヤブカがいてあちこち刺されちゃって大変でした。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、ここ要石です。はい、要石に来ました。はい、あの石が要石です。こ
ここは、あの、紙のしでが、いつも揺れてます。風が吹いてないのに揺れてます。よく見ると、下から上に向かって風が吹いてるのが確認できます。今もそうですね。どうでしょうか。下から上に向かって、石から上に向かって風が吹いてます。そんな風に僕は個人的に思ってます。金目石でした。はい、それではもう一度鹿島神宮を一般的なルートで紹介したいと思います。最初に僕が紹介したのは、僕が勝手に決めてる一般的なのとは違うルートの、鹿島神宮の楽しみ方っていうのかな。そういうやつです。それでは行ってみましょう。はい、まずは長井参道を歩いていって、奥に楼門とか左には手水舎があります。それから両サイドには杉だけじゃなくて大きなタブの大木があります。トトロいるかな。はい、正面が大門です。左が手水舎。この奥に入っていくと拝殿があります。はい、右手にあるのが鹿島神宮の拝殿です。すごく年季が入ってますね。左は鹿島神宮、さすがですね。どんどん増築してます。はい、ここの社の特徴は全部北を向いて立ってます。なんででしょうね。はい、後ろが御神木だそうです。まだまだ長い参道が続きます。両端には大木がたくさん生えています。はい、鹿島神宮たくさん鹿さんがいます。はい、鹿さんこっち向いて。あ、こっち向いてくれた。鹿さんこっち向いて。はい、シカちゃんかわいい。ここは、鹿島神宮の東の一の鳥居っていうところです。この鳥居の向こうは海ですね。ここは日本のレーラインの入り口です。ここが日本のレーラインの入り口です。今日は曇ってますけど、今がちょうど日の出の時間で満潮です。はい、鹿島神宮いかがだったでしょうか。素晴らしい神社ですよね。こういうの好きだったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ギタリストの佐藤純一でした。じゃあね、バイバイ。